未在母は、鎌倉時代の女流歌人。県中なゴン未在教母衆の作者。西園寺工業の伊豆美在を生んだことからこの名で、呼ばれる。また、歌人となった助文親清の娘たちの母でもある。白拍子の舞姿頃出自は不明だが、歌衆に、母帰徳の知らせを受けて、伊予に下校する件や、伊予の一宮三島神社を懐かしむ文言がある。ことから、伊予が、 出身地だったかもしれない。また、苦行部人は、西園寺実材の母を、部女としており、白拍子をしていたと考えられている。一度サ分をやきの妻となった後、西園寺工業の調和を受け、室町家の祖となったサネ島を1227年に、海、未在を1229年に生んだ。五深草天皇の長妃で、雪人親王の母となる。 西恩自主下校を生んだとも言われる。工業の没後、親清と復縁。親清との間には、一男と五女を設けた。1267年未在に、その後親時に先立たれた。1277年頃、晩年の弁内師とのやりとりがあった。夫親清の没後、何らかの紛争を抱え、それを訴えるため東国に下校している。 そうした中、親清との間の長女に先立たれ、自らも病を得て出家する。晩年は、残された娘たちと共に、歌を読み交わしつつ、先立った家族の母体を弔う日々だったことが、歌集から伺えるが、1287年頃に、再び上京、藤原幸家の子で歌人だった、九条高弘との贈答が見える。彼女自身は、中央の花壇で活躍することはなかったが、 正解の最高実力者であり、多芸多彩な文化人でもあった、西恩寺公共等を通じてか、あるいは、娘たちを通じてか、著名な歌人との交流が、歌集に見られる。折々に読んでいた歌を、春、夏、秋、冬、恋、雑の豚手を持つ、小規模な歌集にして、出家院生していた、弁内市に送り票を買うたところ、賞賛の歌を送られ、感激したという。 数々に玉を連ねて見ゆるかな花にも葉にも磨く。白露返しにほひなくしぼめる花の下つゆも玉と磨ける。君がことの葉。顕中なゴンミ在京母州。上百149から150和歌の裏や味噌文字と、いうことの葉をこの数ごとに書きやつく三加へ。しその噛み合いを行えも、我がの裏の玉もの数は書きもつくさじ。顕中なゴンミ在京母州。 上百153から154この歌どもを見て、弁内氏どの水茎の後を哀れと見るからに我が、涙さえか貴族やられぬかへしよそにさえ哀れをかくる、水茎の後に涙ぞ今も流るる、拳中なゴンビ材教派派集、上百292から293。ありがとうございます。